どうもダルマディリアルシェフのツロです。今回はですね、スーパートスカナワイングラッタマコのご紹介でございます。この動画ですね、最後まで見ていただければですね、あなたもスーパートスカナ2になってますんでね、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。ちなみに私シェフチロなんですけども、イタリア料理レストランについてですね、動画の方を配信しております。チャンネル登録の方をねしていただいて、他の動画もぜひご視聴のほどよろしくお願いいたします。今回はですね、ちょっとこれ飲んだりとかね、ちょっとおつまみながらちょっとねお話ししていきたいと思いますんで、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。まず色なんですけど、こんな感じですね。結構ね濃い色してると思うんです。でブドウ品種は、ね、カベルネソービニオン、これが 65%、それからメルローが 20% で、イタリアの土着品種ですね、サンジョベーゼが 15% っていう感じになってます。他の、三大ボルゲリワイン、まあこれ三大ボルゲリワインの一つって言われるんですけど、他のね三大ボルゲリワインはサシカイア、あとはボルネライアっていうワインがあります。で、その2つはイタリアの土着品種を使ってないんです。これはねサンジョベーゼっていうブドウを使ってます。これがトスカーナの土着品種なので、その三大ボルゲリワインの中でちょっとねイタリア感を出してるのはこのグラッタマコだけでございます。ちょっとね飲んでみたいと思います。2013年、これねいい年なんです。美味しい。実はですね、私シェフチロはですね、このグラッタマコをねすごい思い入れワインでございます。ね、これなんでかっていうと、私のね最後の修行先がですね、このボルゲリ地区の中にはありました。でサンビンチェンソっていうね海沿いの町なんですけど、地元のねワインということで、まあ、エノテカっていうんですけど、なんて言えばいいのかな、ワインショップっていうか、まあ、お酒屋さんっていう言い方してもいいのかな。まあでもその中でちょっと立ち飲みできたりとかするんですけど、まあ、よくね行ってね、エノテカのスタッフのお兄さんと仲良くなってね、こうグラスワインみたいな感じでね、こうボンボン開けていく、これよく飲んだんです。まあ向こうでもそこそこ高いんですけどね、自分は本当にこのワインはイタリア修行時代よく飲んで大好きだったワインです。はい、そのスーパートスカーナワイン、まあで何っていう話なんですけど、これねイタリアにワイン法がね、独自のワイン法があります。でそれがその DOCG DOCIGPっていう、IGT かっていうね、格付けがあるんですけど、地域だったりとか、土地でできたブドウとかね、そういうのを使って作っていこう。なんか、原産地統制故障とかっていう言い方を日本語でするとするんですけどね、ちょっとわかりにくいんですけど、まあその土地で作れたものっていうのを保証していこうっていうね、まあ守っていこうっていうような感じ。まあちょっとね、他の動画で少しその DOCG とか格付けについて話してる動画あるので、よかったらそちらもご覧になってください。で、そのサシカイアってね、いうワイン、ね、これを作ってるワイナリーさんが、このワイン法とかもうどうでもいいや、みたいなね。無視無視みたいな。法にとらわれないというかね、これは美味しいものを作るんだ、みたいな。だからその、トスカーナワインとはっていうのをこう突きつけられた時に、ああ、もうそんなの俺はいらないと。ああ、うまいもの作るんだっていうので、まあワインをね、自分の思うように作ったっていうのが始まり。で、それが国際品評会とかにすごくこう評価を得ちゃって、まあ大人気になって。で、そっからですよね。まあ、それまでにこのボルゲリ地区の人たちって結構ね、いろんなこうカベルネソービニョンとか国際品種を持ってきて、ワインを作るっていうね、自分の美味しいものを作るんだっていう熱意のある人たちが多かったみたいで、それでもうどん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 、あ、俺も美味しいもの作ろう、俺も美味しいものを作ろうっていうね、で、その個性がこう前に出て、それが世界に評価されてるっていう人たちのことを総称して、スーパートスカーナワイン、スーパータスカン、評価を受けるような形になって、今に至っています。このグラッタマッコーさんなんですけど、1977年にそのボルゲリ地区で、サシカイアに次いで2番目に古いワイナリーとして誕生してます。で1982年にこのね赤ワインですね、グラッタマッコーを、リリースしてます。はい、特に2009年とか2010年っていうヴィンテージのものはイタリアの5大評価本って、まあワインの評価本、まあなんだろう、レストランのミシュランとかね、ああいうのを想像していただけると分かりやすいかもしれないんですけど、5大評価本の中でも最高得点を全部取るっていうね、高評価を得たワインっていう感じです。で、この2013年、これもすごい評価いいです。で、今ちょっとね、飲んでますけど、やっぱね、美味しい、すごく美味しい。
なのでやっぱね、こうパワフルです、すごく。で、酸化ベースがやっぱり入ってるんで、こう後味もちょっと、ね、伸びやかというか、うん。でカベルネソーヴィニヨンとか、メルローとかのね、アタック感というか、口に含んだ時の膨らむ感じっていうのはすごくあって、その後のね、最後の、まあ、余韻といいますか、後味っていうのもすごく綺麗です。美味しい。本当に美味しい。ソーセージとかね。合う。うん。じゃがいもの色とか。あ、美味しい。卵。フリッター。卵料理とね、赤ワインってあんま相性良くないと思うんですけど、どう？ああ、でも、悪くないかもしれない。力強いから、どんな料理にも耐えうる感じですね。あ、結構何にでも合うかもしんないな。料理の方も美味しくなるし、ワインの方も美味しくなるっていう感じですね。これはいい、美味しい。うん。美味しい。で、このグラッタマッゴーの畑のね、場所なんですけども、そのボルゲリ地区っていうのと、カスタニュート・カルドッチっていう、地域のちょっとね、中間ぐらいっていうところにある。まあ、でもボルゲリ地区です。で、海抜100メートルぐらいで、乾燥して、ちょっとね、まあったかい感じの気候ですかね。で、あのね、自分その本当すぐ近くのね、サンビンセントってもう本当に海沿いの町にいたんですけど、イタリアの中ではかなりその湿度が高い感じに感じました。あの、暮らしてみて。ただ、そこからやっぱり海抜ね、100メートルぐらいね、内陸地に行って、ちょっと高いところに行くと、やっぱり温暖でカラッとしてるっていう感じの場所、地中海性気候と言いますか。だからそのフランスのボルドーとか、ああいうところとちょっと似たような環境になるんで、カベルネ・ソーヴィニヨンとかメルローとか、ああいうのも育ちやすいっていう環境になってます。で、土壌も、赤砂とかね、あとは石灰質がこう入り混じってるような地域ですね。なので結構面白いですね。ミネラル感もあるし、まあ水はけもね、そんなに悪いわけでもないっていう感じですね。移動の仕立てなんですけど、枝をね、こう選別して残していく、コルドネスペロナートとか、あとは、まあ、垣根式ですね。グイヨーっていう、やり方。あとは、株仕立て、アルベルロ。これちょっと、珍しいかな。アルベルロってちょっとシチリアとか、ああいう、温暖な地域でやるようなイメージなんですけど、ブドウをね、の株自体をこう、そのまま残して、まっすぐに残して作っていくっていう、まあ、育てていくっていうのは、まあそういう感じの、まあ3つのやり方をしてます。で、収穫はやっぱり手摘みですね。丁寧に手摘みして、収穫した後ですね、ティネッロっていう700リットルの大台で、ビザージュってこうね、お風呂こうやってかき混ぜる貝っていうか、ね、ありますよね。ああいうワインのフサっていうか、その皮とかああいうのも一緒に漬け込んでるんで、こう上にね、上がってきちゃうんですね。それをこう下に沈めたりとか、こう混ぜながら、混ぜることによって、こう均一に液体の中で味わいとか風味が均一になるんで、こう、ゆっくりね、こう湧き混ぜながら、ゆっくりとね、こう、マセラシオンって言うんですけど、その、皮の部下とか、皮とか身とかね、あれとその液体ですね、それを一緒に漬け込んどくっていう状況を作ります。まあ、品種ごとに自然発酵させます。で、その後、マロラクティック発酵を、品種ごとで分けて行って、その後そのまま12から18ヶ月ぐらい熟成させます。それで、その後、ブレンドして6ヶ月ほどですね、瓶熟させて、完成っていうか、まあ、出荷っていうような状況になってます。はい。ではですね、今回の動画は以上になります。いかがでしたかね？グラッタマッコーね、このワインの魅力ちょっと伝わったですかね？本当に、これは本当にね、私、シェフ一郎おすすめのワインです。ぜひね、見つけたらですね、購入していただいたりとかですね、レストランで見つけたら、ぜひ、頼んでみてください。美味しいワインです。で、これの、セカンドワインとかサードワインってね、もう少しリーズナブルなものは、ありますんで、あと白ワインもありますんでね、ぜひ、このグラッタマッコー覚えておいていただいて、見つけたら、ぜひ購入して買ってみてください。失敗しないワインです。補助しますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。またこれから他のワインも紹介していきたいと思いますんで、ぜひイタリアワインをよろしくお願いいたします。本日もね、最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。本日もご来店いただきまして誠にありがとうございました。